電気科学館の作って遊べる工作教室始まるよ。作って踊ろうパーランク。準備するものはこちら。レッツ工作。ハサミなどを使うときは気をつけてね。まずタンバリンのネジを4箇所外すよ。シンバルを取るよ。ネジを締め直すよ。ビニールテープを4つ切るよ。まな板の上にタンバリンを置いて、動かないようにビニールテープで固定するよ。マジックでタンバリンとまな板に印をつけるよ。タンバリンの周りをなぞって線を引くよ。ビニールテープを剥がすよ。テープはまた使うので捨てないでね。同じようにもう一つ作るよ。線に沿ってハサミで切るよ。もう一枚も同じようにハサミで切るよ。円の外側に両面テープを貼るよ。内側にも両面テープを貼るよ。同じように両面テープを貼るよ。白色スポンジシートにまな板を貼るよ。なるべく端に寄せて貼ってね。周りをハサミで切るよ。スポンジシートを挟むように貼るよ。タンバリンのネジ穴が内面を上にし、線を合わせてビニールテープで固定するよ。グルーガンで内側から固定するよ。グルーガンは熱いので気をつけてね。ピンクのスポンジシートに 9.5 センチ幅の線を3本引くよ。線に沿ってハサミで切るよ。
片側に2センチ幅の両面テープを貼るよ。グルーが固まったらビニールテープを剥がすよ。タンバリンの外側に1センチ幅の両面テープを貼るよ。反対側にも1センチ幅の両面テープを貼るよ。2センチ幅の両面テープが下側に来るように貼るよ。余っているところはハサミで切るよ。スポンジシートに切れ込みを入れるよ。スポンジシートを内側に貼るよ。白色スポンジシートに 2.5 センチ幅の線を3本引くよ。線に沿ってハサミで切るよ。白色スポンジシートの両端に1センチ幅の両面テープを貼るよ。白色スポンジシートを横に貼るよ。ポイントシールを黒く塗るよ。ぐるっと一周シールを貼ったらパーランクーの完成。次はバチを作るよ。紙やすりで支柱ポールの角を丸く削るよ。反対側も丸く削ればバチも完成。パーランクーとバチはアレンジ自由。こんなのもできちゃうよ。電気科学館スタッフが踊ってみた。
気科学館。また見てねー。